LGV 南東線。東線は、パリリオン間を結ぶ、フランスの高速鉄道路線である。最初の区間が1981年9月22日に、ヨンヌ県のサンフロランタンと、ローヌ県のサトネー間2 7 3トルが、フランス初の高速線として開業した。その後、これを端緒に高速鉄道網は拡大し、フランスのみならず今日に至るまでのヨーロッパの、 鉄道旅客輸送に変革をもたらすことになる。当時、日本の東北新幹線や上越新幹線が開業を前年に控えており、東海道新幹線開業後十五年以上経過した後の新線開業ということもあり両社は比較の対象となることも多くあった。九百八十三年九月二十五日にはいると、フランスのコンイコールライコールビルとサンフロランタン間の新線も開業し、 パリリ4巻は、在来線を走行する両端の都市部を除き、高速新線で結ばれた。東路線の南方向へ延伸された路線として、LGV ローヌアルプ線や、LGV 1中海線、北方向へは、LGV 東連絡線などフランスの国土軸を形成する重要な路線網を形成しており、所要時間の大幅な短縮が図られている。また、ヨーロッパ鉄道網を形成しており、 フランス南東部では、スイスやイタリア、LGV 東連絡線経由で、イギリスやベルギー方面とも結ばれている。最初は、パリ南東線と名付けられていたが、後に南東線に変更されている。当初から旅客専用路線として企画付けられ、軸重17トン、最急勾配35パーミルと定められた。山岳部が多い日本やイタリアとは異なり、 丘陵地帯が多い地域を横切って、新線を建設することができるため、トンネルがなく橋梁の建設も最小限で済み、建設費用は東海道新幹線の約半分と言われている。南東線は、西ヌイコールへイコール、丸ヌ県、四ヌ県、コートイコールドール県、総ヌイコールエイコール、ロワール県、アン県、ローヌ県の6つの県を貫いている。 都市部では既存の駅を活用できるため、パリでは、リヨン駅に、リヨンでは、リヨンペラーシュ駅に乗り入れ、建設費の低減に寄与した。リヨン駅では既存の設備を活用しているが、それに合わせ発着線を確保するため、近郊電車が地下化され、地下2層と地上の合わせて3層になっており、その点では、新たな費用負担がなされている。リヨンのもう1箇所の停車駅である。 リオンパールデュー駅は市街地の再開発に合わせ廃止されたブロッドー駅の東側500メートルに建設されたショッピングセンター、ホテルなどを含めた地下鉄や LRT などの結節点になっている。この駅では開発用地を年出するために高架駅となっている。パリリオン間425キロメートルの内都市部を避けて建設された。 LGV 区間 409km である。既存の在来線ルートで行くと 512km になるため、大幅な距離短縮にもなった。パリから約 30km のコンイコールラ、イコールビル分岐点までの区間は、既存の複々線、三複線の内複線区間を TGV 用に転用して強用されていたが、ラーの増発のためパリから 10km 付近のクレティユ。 分岐ともら TGV が入るように新線が建設された。これは LGV 東連絡線を構成する路線の一部で LGV 大西洋線との連絡も考慮されている。また近年の輸送力逼迫に伴って従来の TGV 車両より輸送力を45%増強したオール2階建ての TGV デュプレックスが数多く導入されている。南東線は 様々な既存の路線とも接続している。パシリー・エジーでは、リジョン方面と結ばれ、ジュラ山脈を越え、スイスのバローベ、ローザンヌ、ヌーシャテル、チューリヒなどと結ばれ、マコンイコールポントイコールデイコールベールでは、ブールイコールカンブレス、サボワ県方面へ連絡している。サンフロランタン、クルーゾ TGV 駅、マコンイコール、ロシェ TGV 駅などは、TGV の停車駅として、 または必要ならば、ダイバート時にも使われている。運行開始時の最高速度は、現在の北陸新幹線や東北新幹線の森岡駅、八戸駅間の最高速度と同じ時速 260km で、あったが、走行抵抗が当初計画よりも小さいことから、その後、時速 270km に引き上げられている。1982年に開業した。 東北新幹線や上越新幹線の最高速度は時速 210km に止まり、その点で大きく比較されることとなった。信号保安設備は開業時から色灯信号などの地上信号方式ではなく、自動列車制御装置に近い車内信号方式の TEVM300 が使用されていたが、その後の時速 300km 運転に対応した。 TVM430 e に改良された。軌道中心間隔は4.2メートルあり、プラットフォームは13メートルの幅がある。4000メートルの極率半径で時速300キロメートル走行ができるよう設計されているが、7つの曲線では極率半径は3200メートルとなっている。合計で847キロメートルの軌道が付設されており、 UIC 規格の 60kg レールが 288m の長さで使用されている。2.41m の長さの枕木は2カ所で、金属製の締結装置で固定され、1km あたり1660本が使用されている。走行に必要な電力供給は、フランス電力公社の変電所から供給される、交流 25KV50Hz の電力が使用されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。